通算では勝ってますから。富士さんいつにも増して白いですね。いやーすいません、ちょっと今日入れられました。何色だったの？ペヤングは24時間で24個食うっていうやっちゃいまして、結局7個しか食えずに今増して、だから顔白い。いやーそうですね、もうちょっと画面すごくなりながらペヤングを書き込んでました。ペヤングちょっと大盛りですね。1時間に1個も食えるかなと思ったら安易な発想で24個買いまして、あとちょっと床したくなっちゃったんで、もういいかな、やめちゃうかな。で寝た。寝て、はい、もう、ね、朝の7時ぐらいに起きてちょっとリグアップですよっていう動画を上げましたね。クソじゃないですか。考えうる全部のクソをしてるやん。2個目からあれなんかちょっとおかしいなって思って、あれちょっと変だな。3個目で風にあこれ無理だっていきなり12個に減らしていく。それまではずっとなんか来るたびに出てたんですよ。ついに出なくなって、あこれもう積んだなって出入りの出がもう機能しなくなった。そうそうそう。チャンネル登録よろしくお願いします。マジで以前カルツくんと土井さんの底辺童貞バトル、ありがとうございます。カルツくん4勝土井さん1勝ですか、はい、圧勝しましたね。ちょっと、まあ、童貞でもやっぱ格が違うっていうところを見せたからね。ずるくないからね全然。一つ目がお湯早飲み対決。ダメ。このままきついきついきつい。この前2箇所できてるんだよ。もうそんなのでも言い訳にしかならない。いやちょっとコンディション落ちてます。やばい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 。ちょっと今のうちで、今ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと合コンしてくれる女性も今見てるかもしれない。見てる、絶対頑張ろう。もうちょっと彼女見てるんで負けられない。あー終わった。ちょっと早い。めちゃくちゃ嬉しいですね。ちょっともうなんで、ほんと悔しいですね。次が自分の体を思い通りに扱えるタイプ。僕はもうコントロールできますね。なんですか、もう無理だっつったらもう無理だし。さっき出したもんガチャで。もっと奥。こうやって。あ、ポイントにかけてくれてない。感想なのに、ちょっと。出そうです。出そうです。出そうです。もうちょい、もうちょい出そうなんですよ。ああ。全然。痛そう、痛そう、痛そう。でも血出てる。血出てる。絶対その口にせなのかな。あれ全然出ない。じゃあもうこれドローでいいですか。嫌です。ドローでしましょうか。最後どっちが器用か。器用な人もモテますからね。二段のトランプタワーをこのテーブルの上に先作った方の勝ち。おーおーおー、ちょっと待って、なんで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 。おーおー、ちょっと待って、俺も器用なの。傾いてないよね、ここ。あ、ちょっと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 、ずる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 くないやん。あ、ちょっと傾いてる、こっちずる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 。畳もオッケーです。畳でしょうか。畳でしょうか。畳でしょうか。うわ、ちょっと待って、ちょっとずるくない、こっち。ちょっと、やべやべやべ、ちょっと待って、ちょっと待って、よし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 、あ、君、どうやって立ったの。これで命がなくなると思うんだよ。あ、何、よし、距離を置いた方がいいのか。よし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 、スライスラリングが足りなさそう、これ。ちょっと待って、足りない、足りない、無理か。あ、あ、やばい、もうちょっと、うわ、最悪なしで。ちょっと待って、こっち、ちょっとこっち、こっち。ついてくれ。ちょっと待って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 。これなんですよ。ドロー。いや、ちょっと待って、いけ、いきます。一個先立てた方の勝ち。お、あれ、スタート。やばい、待って、待って、待てよ。急にたたんくなっちゃう。ちょっと待って、ちょっと待って、なんでたたんだ、急に立てへんわってるやん。ちょっと待って、なんですか、ちょっと待って、ちょっと待って、なんでさっきまで立てたやん。
個も立てへんかったやん。あれ、ちょっと待って。やだ、わあ、そう、マッチ。やるぞ。通算では勝ってますから。チャンネル登録よろしくお願いします。マジで。